ドマ式麻雀ではなぜ MGP がもらえないのでしょうか。これは明確な理由があります。Okay, there is a very clear reason behind this. 実はですね、一番最初、ファイナルファンタジー14の中に、その既存のリアルの世界にあるそのテーブルゲームを入れようと思った時に、まあ、ポーカーを検討したんですね。グローバルで誰でも遊べるから。ところが、世界中の法律、ゲームにまつわる法律を調べていったところ、ギャンブルっていう風に、ポーカーをただお金のやり取りがないのにポーカーというゲームをゲームの中に実装しただけでそれはギャンブルであるっていう風に見なされてしまう国があるんですね。ところがファイナルファンタジー14 あのパッケージの裏とかを見てもらえば分かるんですけど、レーティングに関わるこうこのゲームには例えばその血が流れる表現がありますとか、あれをディスクリプターと呼ぶんですが、本当はギャンブルが実装されているゲームの場合、このゲームにはギャンブルが実装されていますっていうそのディスクリプターを取得しなければいけないというのが決まりなんですが、14には当然それが存在しないので、ポーカーを仮に実装してしまうと違反ですってなってしまう。でこのディスクリプターっていうのは拡張パックの たびにしか取得できないので、4.X シリーズ中は当然そのディスクリプターを取るわけにはいかないので、まあ、ポーカーは実装できない、うん、でじゃあその第2候補だったマージャンを実装しようってなったんですけど、ここにもし MGP のやり取り、これがたとえ NPC とのやり取りだったとしても、世界中の法律的にマージャン自体を実装することは問題なかったんですけど、それを使ってゲーム内でギャンブルしてるっていうふうに思われてしまった場合に、同じようにファイナルファンタジー14運営を停止しなさいと言われてしまう可能性があるので、MGP を一切絡めてないっていうのが、回答になります。これに関してのちょっと似たようなこぼれ話を一つ、はい、And there's something else I'd like to add to this. 最近ねゲームのこの表現のレギュレーションってすごい厳しいんですね。映画とかテレビドラマなんかよりゲームの表現ってすごい厳しいです。ちょうど 4.0 のメインストーリー、まあ、拡張ストーンブラッドを開発してる時に、ステップオンミーっていう単語が有名になった、あの四つ湯が豪雪をバーンって踏むシーン、豪雪が見えないギリギリになってるのは、あれを人にやってはならないっていうので NG になる可能性があるからやめてくださいって言われて、いや無理でしょう。でギリギリになってるのはそういう理由だったり、And that's the reason why in that scene it's you could barely see what's going on. You see the foot, but not what's under. でもう一個、帝国とドマの人たちがこうぶつかるシーンを作ろうとしてたことがあるんですけど、みんなこう弓を撃つシーンで、帝国兵にこう弓がバーンと刺さるシーンをカットシーンで作ろうとしたんですよ。そしたら弓は刺さってはいけませんって言われた。どうしたらいいのって then how are we supposed to show that? 聞いたら、矢の先にさ吸盤ついてるあの子供の弓あるじゃん、あれでパチッて当たるんならいいですよって言われて、 And then what we were told is that if you change the arrow to one of those ones with the suction cup on it and have that stick, then that would be okay. こっちは戦争やってんだぞ、 This is a war! まあそれぐらいね大変なんです。だからもうカメラに映らない角度で刺さったようにも見えるなっていう作り方をしないと。So basically we have to use a lot of different ideas on how to cut those scenes and block those scenes so you can feel that it's maybe the arrow is going in but you don't actually see from an angle what that's actually going in. だからあのラウバーンのこうパッチ 2.5、腕があのシーンとかも。もう何回も作り直して。Another one was in patch 2.5 when Rao Ban loses his arm. That scene had to be made over and over again because of all these restrictions. そうなんですよ。テレジ・アデレジがテレジとアデレジに分かれるところもあれが限界でした、ね。Yeah, so we had to break it into Teleji Adeleji being split into the two parts, and that was pretty much all we could do. はい。I see. Thank you. 大変なんですゲーム作るの。Yes, it's very difficult. More about the ratings.